山陽道、山陽道、山陽道、影友の道は、五気七道の一つである。本州西部の瀬戸内海側の行政区分、及び道省を通る、幹線道路、古代から、中世を指す。行政区分としては、影面道、光面道、影友の道、または、中国とも称された。街道においては、江戸時代を中心に、などとも呼ばれた。 律令に規定された行政区画は、当時、五気七、道と称されたように、中央の五気と地方である七、道からなっていた。採用道は、その五気七道の一つ、本州の瀬戸内海側を指しており、機内の西に位置し、現在の兵庫県西部から山口県までに至る瀬戸内海沿岸を総称した。なお、これを統括する役所は、原則的には存在しておらず、 基本的には区画を示すものであった。山陽道は時代背景により以下のように区分し、称される場合もある。古代の山陽道は大和朝廷と九州の大財府を結ぶ幹線道として最も重要視され、機内を起点に放射状に伸びる七道駅路、王子、中寺、工寺の中で唯一の王子であった。古代日本では 太陽の出没方向にちなんで東西をひ立て、それに直行する南北方向をひよこと呼んでいた。そして山陵の南斜面、上古、中古中国語で、洋を、影面、影とも、北斜面、上古、中古中国語で、影を、背面、外もと呼び、共にひ立てである本州西部南岸の街道を、影面の道、簡約すると山陽道、 本州西部北岸の街道を、背面の道、観約すると、三人道とも呼ぶようになったとされる。大道2年、8 0七年の改正までは、張馬伊勢の山陽道には51の馬屋があり、駅間、距離13里程度、それぞれに25匹の駅場が置かれていた。この改正以降は、新任国士の赴任も、回路を使うようになるなど、駅路の利用は推備していった。 演技式927年に編纂には駅路7道ごとに各駅名が記載されており、これをもとに当時の駅路を大まかに復元することができる。演技式の表部省諸国駅天満城による駅化、駅路関係の資料からは山城国の山崎駅から地区全国の休時駅まで58駅を数えていたことが伺える。なお、奈良時代には平城系から 木津川沿いを北上し、河内国片野郡、現、平方市、片野市の葛葉駅を経て、淀川対岸の接続島上郡、現、高槻市、島本町の大原駅を経由する路線であった。その後、平安時代には、平安京から南下して、山城国大とに郡、現、大山崎町、長岡京市の山崎駅から高槻を経て、西へと向かう路線となったようである。 古代の山陽道の場合、原則30里、当時の1里は約540メートルで、30里は約16キロメートルごとに馬屋を設けていた。道幅は約6から9メートルで、その工程は直線的に短絡するよう計画されており、各国の国府を効率よく結んでいた。本道から外れた三正加国へは、張間国草上駅から西北に分岐した道路、 未まさか路が浴びていた。山陽道が重視されたのは、外交施設の入境路に当たっていたからで、駅川、は河原武器で白壁にしていたので、天平元年729年そのための財政措置が行われた。当初はこの陸上交通路によって、地方間である国士が往復し、各地域からの税である、伊佐を、蝶を運ぶすることを原則としていた。 しかし大量の物資を輸送するのは水運を利用する方が効率的であり、次第に瀬戸内海を経由する水運の比重が高まっていった。やがて律令制の納税、軍制の経営がいかに抗応するかのように、液電性は急速な衰退を見せ、10世紀後期、または11世紀初頭には、名実ともに液電性も液路も廃絶した。実際の古代山陽道の路線紙が、 発掘調査において確認された事例は、極めて少なく、高槻市、群下川西遺跡、幅8メートル、岡山県微中国部アマデラート、幅7メートル、兵庫県辰野市、コインヌ丸遺跡、上郡町おろち遺跡など数例に止まる。広島県府中市での発掘調査では、市内3カ所で古代山陽道の遺構が出土し、道幅が10メートルであったことや、600メートル離れた。 ビンゴ国府跡への分岐点も確認されている。以下に駅場について、文国名、駅名、設置軍名、備考、駅場数等、古代山陽道駅下想定値、推定値関連情報の順に列挙する。多在風呂、引き、日さり。鎌倉時代は、計画的な国家整備道路としての駅路は存在しなくなったものの、陸上の移動交通が、 全く廃絶するわけではなく、その後も地域間の連絡路としての機能はある程度保たれることにな。そして駅下に代わるものとして宿駅と呼ばれる交通の用地にあって宿泊のための設備や輸送に携わる人馬を有した集落が発達した。これらは江戸時代にかけての宿場町として発展したものが多い。この時期の山陽道は幕府出先機関である 鎮西丹大府がある博多と京都市後、後に六原丹大が置かれた京都を結ぶ交通の道で幕府の緊急連絡の際は早馬を使用した。山陽道の交通が注目されたのは二度の猛虎、襲来、現行の時で最初の文永の約1274年の時に早馬による猛虎襲来の第一報で博多、京都間に約9日を要し、 その他の飛脚による通報に16日前後を用している。これは古代律令時代の悲劇による通報と比較して格段に遅い通信であった。二度目の公安の役、1281年の時には博多、京都間を6、7日で通報に用していたことから、文英の役から公安の役までの間に中世交通史の研究者である新城常蔵は鎌倉幕府が 低層制度に何らの改善がなされたものと推測しており、道路文化研究者で工学博士の武部健一も猛虎襲来が山陽道の整備改善に寄与する契機となっていると指摘している。山陽道においては次第に従来の極端な直線的思考はスタより整備の簡便な自然地形を利用する経路へと路線の変更がなされたようである。 すなわち災害からの復旧を含めて、峠の迂回、河川とか地点の変更、有力集落間の連絡重視などが主な理由となり、路線の付け替えは各所で行われた。中石平野の出現による海岸線の交代も手伝い、全体としては次第に瀬戸内海の海岸沿いの経路が施行されることになった。この変遷の概略としては従前から 平地部の連絡が多かった摂津、張までは古代の道の近辺にその路線を見出すことができうる。しかいそれでも全く同一の場所に整備が続けられることはなく、例えば姫路付近でも南側へ断層面を利用する形での小幅な変更がなされている。さらに備前への連絡は、野間、上郡町を過ぎて、坂町、備前市吉永町脇、鎌、赤岩一松木。 高槻赤しうまやの路線であったものが、微前市、片上微前市、かかと岡山市ついたち市岡山市藤井へと大きく変更され、旭川を渡り、備中へと続く。備中では、小田川沿いの平地が最も妥当な選択であったので、基本的にこの路線は踏襲されている。そして現在の国道313号、高橋市原市、高橋へは、三正坂から、 あるいは高橋川沿いを遡る形で連絡が可能、も、いわゆる宿駅が整備され街道、備中往来として利用されていたようである。しかしビンゴでは、福山市北部、府中駅下付近と秋の三原市北西部、高坂、本郷の経路から、足田川に沿う形を取り、尾道方面を経由する変更が行われている。また秋では、峠は避けられない宿命であるものの、 路線の変更が繰り返されており、府中手前では、短絡を緩和し、沿岸部の海田市を経由する路線、秋山陽道へとなった。ただ、国を通過する路線が全く変更されたという点では、備前と貧乏の例が最も大きなものではないかと思われる。さらに、室町時代後期になると、道路整備が地方領主の手に移り、いわゆる城下町形成の手段に、 用いられるなどしているため、いわゆる東西短落の性格から外れることになる場合もあった岡山城下道。江戸時代には、いわゆる街道が整備されることになった。この街道においては、半領内であっても江戸幕府の道中奉行が支配するなど、再び中央と地方の連絡が国家的に整備されたともいえ、街道には宿場が指定され、人馬の次立を行うと言いやばや、 初代名の宿舎としての本陣、脇本陣、そして武士や一般庶民などの宿舎であった旗子などが整備された。かつては一級の幹線道として扱われた山陽道も五街道と連結する脇街道へと扱いは格下げされた。明治政府は国道に番号をつけて管理する制度をとった。江戸時代までの山陽道は明治時代には東京と神戸を結ぶ。 国道3号、2号から京都で分岐、及び東京と長崎を結ぶ国道4号の一部になり、大正時代には東京と鹿児島を結ぶ国道2号、1号から三重県で分岐の一部になった。現在では、山陽道の機能は大阪と北九州、文字を結ぶ国道2号に引き継がれている。しかし、律令時代や江戸時代の山陽道とは異なる。 道筋の部分も多い。一例を挙げると、岡山県、岡山市広島県福山市にかけての国道2号は、かつての山陽道を踏襲しておらず、大幅に異なるルートである旧鴨型往来、浜海道を並走する。これは、国道整備において、主要都市となっていた岡山と福山との間を、本来の東西短絡の性格で、道路不設したためではないかと推測される。 なおこのため、岡山県や広島県東部では、かつての山陽道、小田川沿いや、それに並行する道路は、旧山陽道と呼ぶのが一般的となっている。さらに、山陽道と呼んだ場合には、山陽自動車道のことを一般に示している。鉄道の山陽本線や山陽新幹線、高速道路の山陽自動車道も、古来の山陽道をたどるように付設されている場合も、ある。 現代においても近畿地方と九州を結ぶ機能を律令時代から維持し続けていい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。